とりあえずなんとかなりそうだけど、多分このままじゃ良くないんだよね。どうしたらピクシスチーム全体で YouTube のことを忘れずにいられるようになるんだろう。ミクさんすごい真剣に考えてるね。一度みんなで話し合った方が良さそうだよね。計画をしっかり立てて逐一確認を取りながら準備して。真剣なのはいいけど、とりあえずミーティング終わってからにしない？あ、ごめん、萌さん来てたの？独り言言ってたみたい。あ、長めの独り言だったんだ、気まずい。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田舞です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。さりっきりです。はい、火曜日はこちら。シンプルにお金術知りたいな。10周年のクラウドファンディングで達成率 211% を記録して、お金の重みを改めて感じている私にリスナーのあなたが知っているお金術を教えてもらおうというコーナーです。うん、投資や株何でもいいので教えてください。はい、まあ、コツコツね、やっていくことが大事ですから。コツ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 。ピクミンネームイマジンさんからです。ありがとう。ミクさん、萌さん、こんばんは。こんばんは。お二人はドンキホーテに行かれますか？大好き。ドンキにはマジカアプリというものがあるのですが、それについてくるクーポンがすごいんです。会計するときにレジで読み込むだけで割引してくれるクーポンがいつでも手に入るので、買い物しながら節約できちゃいます。どんなクーポンがあるのかというと、日清のどん兵衛が通常なら168円のところ、クーポンを使えば106円で買えたりします。すごい。他にもいろんなクーポンがあるので、ぜひ試してみてくださいと。でも地味に嬉しいよね。めっちゃドンキ行くのに知らなかった。ドンキはだって一番落ち着く場所よ、私。結局人生で3回ぐらいしか行ったことない気がする。本当に？うん、そんなしか行ったことないの？うん、別に嫌いなわけでも何でもなく、行ったらめちゃくちゃ楽しいんだけど、入ろうと思ったことがあんまりない。別のとこで済ませてしまう、コンビニとか。中学校の時なんてドンキ行くの大イベントだったよ。ほんとドンキ行くのが楽しみでしょうがなかった。確かにめちゃくちゃ好きな子はいた。そうで、ドンキだけで売ってるさ、なんかキャラクターの着ぐるみとかさ。そう、着ぐるみとかサンダルとかね、買ってる子がいっぱいいたわ。あとなんかピンクヒョウ柄のソファーみたいな。私ソファーとかまで売ってんだ。そうだよ、ソファーとか何でも売ってんだから。家具家電みたいなの売ってんだよ、ドンキは。あ、そうなの？そう。だから私当時中学生の時は、ね、ね、ピンクヒョウ柄のカーテンと、うん、ピンクヒョウ柄のソファーはドンキで買った。確かにドンキ以外で売ってなさそうだもんね。でしょ、ピンクヒョウ柄なんてないでしょ、うん。ドンキに行けばあるんだ、ヒョウ柄は。で、バカでかいキティちゃんのぬいぐるみを、ベッドに置いて。うん、あ、ドンキの？そうそう、ドンキの。なるほどね。もう家全部ドンキですよ。そうだったんだ、部屋が。そう、だから、ドンキ。買ったキティちゃんの着ぐるみ着てプリクラ撮りに行ってた。あー、プリクラ。そう、私はもうあれ着ぐるみで出歩いてたから。え、ちょっとって言われないの？プリクラ屋さんじゃなくて、なんだ、ゲーム屋さんじゃなくて、なんだっけ、進化みたいに。ゲームセンター、ゲーセンで。そんなんばっかりだから言われないよ。あ、そうなんだ。あんま見たことないけどな。健康サンダル履いて。そうね、ブツブツのやつね。そうだよ、別にお祭りの時とかじゃなくて、本当に日頃あれでお外出るから。ああ、いいギャルだね。でもそれはヒョウ柄じゃなくて、ピンクのキティちゃんだった。ピンクのキティちゃん。ピンクのキティちゃんもいいんだ。うん、すごいね。何でもあるから。何でもあるんだね。そう。でもそんな萌さんも知らなかったんだ。ちょっと知らなかったですね。でもどん兵衛だけじゃなく、きっといろんなものが、それこそヒョウ柄のカーテンとかも、もういらない。割引になるかもしれない。ヒョウ柄のカーテンもういらない。もう、ピンクヒョウ柄は卒業されている。はい、もう中学校で卒業した。卒業されている。高校生になって、私なんでこんな、ピンクのヒョウ柄で、部屋にずっといられたんだろうって、途中で目が覚めて。うん、目が覚めたんだ。うん。大人になって取って、ピンクのレースカーテンにした。フリフリのね、うん。うん。ピンクは変わらない。変わらずね。うん。すごいガーリー部屋にシフトチェンジした。あ、シフトチェンジして。今はどんなカーテンなんですか？それは実家の話だったから、うん、今私が住んでるところはシンプルピンクカーテン。あ、もうどん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 。引き算。そう、引き算。ピンクは変わんないんだけど。どんどん引き算されてんだ。ヒョウ柄からレースになって、レースから無地になった。あ、すごい。私は無地の女今。やっぱどんどん、うん、シンプルに大人になっていくのね。
そう、ね、気づいた。無視がいいカーテンは。じゃあちょっとすぐ入れてください。マジかね、今でも行くなら。確かに。マジか入れとくね。今入れるじゃん。忘れるから。え、今入れるじゃん。忘れるから。え、どんなあれなんだろう、アイコンなんだろう。マジカアプリ。これさ、ドンキだけなのかな。あ、ドンキだけじゃなくてさ、わ、懐かしいピカソみたいな。ピカソ、ピアゴ。ピアゴも使えるよ。食の殿堂、長崎屋、あとちょっと、アピタ懐かしい。アピタも好きよ。地元民の人たちみんな。なかなか、ね、でもなんか出会えなそうな。天チムが、昔、アピタ集合みたいな感じで、なんかアピタすごい言ってたイメージがあるから覚えてた。あ、それで覚えてんだ。それの懐かしいだったんだね。それの懐かしい。なるほどね。あ、終わってしまいました。ピンク色柄トークで終わっちゃったじゃん。終わっちゃったよ。ごめんって。お金じゅ、でもいいアプリを教えてもらえたんでね。入れたから。よかった。インストールしたから。ありがとうございました。こんな感じでお金に関する情報を募集します。以上、シンプルにお金術知りたいなのコーナーでした。じゃあここで一曲、ピクシスで、大好きじゃない。ピクシスの、夜空の下でミーティング。番組ではリスナーの皆さんから私たちへメッセージ各コーナーでのお手寄りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@jokr.net pixis_rf@jokr.net pixis の綴りは pyxis です。857回目の放送いかがでしたでしょうか。ちょっとドンキ行こう。でもね、最近のドンキまたちょっと変わってきてると思う。そうなんだ。うん、より私はね、まあ東京にもさ、ドンキいっぱいあるんだけど、いっぱいあるよね。新宿とか渋谷とか、うんうん、新大久保の方とかいっぱいあるんだけど、うんうん、意外と一番好きな店舗どこだと思う？意外と荻窪とか。ああ、よくわかったね。嘘だろ。嘘だろ。あっちの方にあるのよ。嘘だろ。西の方に。え、どこ？そう、そっちの方がね、なんかね、見やすい作りなのよ。ちょっとこう店舗型、なんかさ、新宿とか渋谷は縦長なのよ。そうだよね、土地的にね。横長のドンキが好きなの。へえ。横長のドンキが荻窪ら辺にあるんだ。そう、あっちの方にあるから、そこね、行くのすごい好き。へえ、おすすめ。ちょっと見やすい広いところから、ドンキは横長のが好き。始めてみようと思います。はい、それではこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。バイバーイ。